ゴリラーズ。やめろ。クレイトン。クレイトン、違う。クレイトン、違う。なんかクレイトンと戦うの？エジューマとおさんと戦うの？マジか。いて。痛い痛い、ちょっと待って、めっちゃ食らうんやけど。めっちゃすげえ跳躍力。おら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 、やっばやっばやっば、なんだの、ジョン・ラック。やべえ、よっしゃ倒した。よっしゃ、まだ10構えるか。ちょっと待って、なんかすげえ動きしよる。何こいつ、キモい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 、何こいつ何こいつ。え、なんか見えない壁みたいなのがあるんだけど、とりあえず叩く。え、キモこいつ、何これ。めっちゃゲーム変わったぜ。何こいつ何こいつ、カマキリ、カメレオンか。いってカメレオンにひげ生やしやがったこいつ。あ、なるほど、カメレオンに乗っとったんか、だから見えんかったんか。今はハートレスなの仲間でしょこいつ。何や、目からビーム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 。めっちゃ、あ、これ倒せるんか、倒せんのじゃない。こっちだろ、こっちだろ、メイン。目からビームってデジキャラットですよね。やばいやばい、ちょっと待って、アイテム一回使わせてもらおうて。目からビームってデジキャラットですよ、ブロッコリーですよ。よし倒した、カメレオン倒した、カメレオン。消えんのかい。そこ、ポーション使えんじゃん、もしかして。よいしょ。めっちゃ飛んでいくな。かわいそうなぐらい飛んでいくな。お、メガポーション拾った。ちょっと待って、あの二人詰まっとるやん。跳躍力やこいつ。さすがディズニーですね、直接銃口は向けないんですね、こいつ。よし、やっと合流したぜ。デジキャラットって何なんですね、何なんでしょうね、あれね。ゲマでゲマってゲマがいましたけど、うーん、めんどくさい。なぜそこに乗る。よっしゃ倒した、 AP アップ。ライブラつけれるんじゃない。あ、そういうパターンね。
癒しの力を手に入れた。来た、ケアル。やった、これポーションゲーがな、ポーションゲーじゃなくなる。いや、でもケアルか。戦闘を行いよったら MP が回復するのでケアルもありかなとは思うんですけど。めっちゃぶん投げられた。あ、上に上がるのね。無言の優しさってやつですかね。おお。ターザンの家。滝の裏。おお、滝の裏、滝の裏に入るんか。すげえ。へえ。夢があるね、やっぱり。さすがディズニー。これがターザンの家宝でしょうか。あ、どんどん上に、なんかいっぱいある。シェル組。これ以上は別ルートかな。お、別ルートじゃなかった。こっちかな。これガンガン上上がってってええんやろうか。あ、こっちなんかある。よし。あー、いけんかった。空の握力すげえ。上から飛ぶのかな。なんかやっぱり 3D ゲームの醍醐味といえばこのあれですよね、入り組んだ地形のジャンプですよね。落ちんかね、大丈夫かな。しゃあ、オリハルコン、オリハルコン来たぜ。オリハルコン、最も珍しく大事にされる鉱石。今作オリハルコン結構重要だそうです。だそうです。本当にこっち行けるか。よし、行った。そうじゃない、これを取りたいんだ。ミスリル。よっしゃ。で、これ上上がれるんかな。あ、結構普通に取れるんやね、オリハルコン。これ上になんかあるんかな。うん、なんもなさそう。あ、こっち。あ、こっちか。こっち進んで。心の洞窟。ここが。じゃあ。あれ、滝の音、滝の音が反響してるんだわ。友達いる、友達会える。そうか、いって心のことね。心の中の友達。心、
なんだよ、そういうことか。友達、心同じ。クレイトン、心なくした。心ない、友達見えない。心ない、一人ぼっち。買っていて、ごめんな。わわあった。僕らは仲間だもんね。お、鍵穴。あ、差し込むわけじゃないね。ナビ組やったっけ。王様のじゃないんだね。ドナルドが気に入ったみたいね、彼女。うん、ナビ組のかけらを手に入れた。2個目ですかね。その頃一方ってやつですよ。誰があの地にハートレスを送ったの。あのハンターが呼び寄せたのさ。あの男の強い欲望がハートレスどもの餌食となった。少々餌をやりすぎてしまったようだけどね。結局自分が食われちまった。ハートレス、あの男のような脆い心で扱える代物ではない。問題は少年の方だ。ついに鍵穴まで見つけおった。何、他の鍵穴を見つけるにはまだ時間がかかろう。それにもう一つの目的に気づいている様子もない。プリンセスってやつかい。来た、クジラさん。は着実に我らの手に集まりつつある。そして今また一人。あ、アリス。それじゃあ俺たちそろそろ行くね。あなたたちの船はどこまで？まあちょっとそこまで。空、ターザン、友達。ネイティブワーク。キーホルダーにセットするとキーブレードがパワーアップ。お、来た！キーブレードの育成というか、カスタマイズですね、これは。装備を選べますと。はい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 。赤のトリニティ来たー。トリニティマーク回収もしなければいけませんね。見てみろよ、あの穴から出てきたグミブロック。他のとは違うみたいだ。一体何に使うんだろう。レオンさんなら知ってるかもね。一度トラバースタウンに戻ろうか。じゃあ俺操縦したい。やめろ、キーブレードに選ばれたんだぞ。あ、でもやっぱりここの BGM あれですよね、弾く手っぽいっすよね。さっき空が操縦して、あ、これ鍵穴封印したらこのあれですね、なんていうんですかね、あの惑星というか世界の名前の横に鍵穴マークがつくんですね。オリンポスコロシアムはまた鍵穴見つけてないので、ついてないですね。ということでトラバースタウンか。これ一気に行けないんですよね。
こっから一回ワンダーランドかオリンポスコロシアムを経由してからじゃないとトラバースタウンに行けない。なんとももどかしい。では次回トラバースタウンからスタートしたいと思います。ではではご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見てください。はい、ありがとうございました。ペンギンでした。